はい、目玉焼き3個しかなくなっちゃった。生活クラブで頼んだのが、焼いてから お塩を少しと胡椒を振ります。今やるとね、染みちゃうので、塩分は正面にパラパラってやった方がね、強く感じるから少なくて済むの。ちょっとしたことだけど大事よ。胡椒も後からの方が香りがいいわ。ここ石鹸こんな感じです。プリン石鹸って言ってるけどね、みんな作ってますよ。プリン石鹸って言うんだけど、廃油です。廃油とご飯と火星ソーダで、火星ソーダをね、みんながね、悪く言うの、ガスが出るとかって言うんだけど、揮発性の、確かに、ガスは出ますけど、気をつけて作れば何でもない。で、水に300メートルぐらいザーって投げると、そこでもう分解されて、きれいな環境にも優しい。水に、川に流せるっていう、分解される、それです。科学的なこういうのはダメよ。これ、界面活性剤とかいろんなものがっつり入ってんから。ね。本当は良くないの、これ流しちゃ。もらいもんだから使ってんだよ。でも流しはこれです。無臭のね、生活に慣れると、無臭がどんなにね、気持ちいいかわかるわよ。うん。ここにね、ハーブの香りとか言って、ハーブの匂いでごまかしたりしたのもあるでしょ。オレンジの何、香りとか、あれで汚れが落ちますって言うけど、油汚れは油で落とすの。廃油です。廃油って何ですかって。天ぷらの油の残りよ。天ぷら揚げないからダメだって。そんなことないでしょ。大丈夫よ。使わなくなった期限切れの油をね、持ってきてもらって作ってもいいの。前は給食のところで、娘が小学校の時は給食がありまして、そこで米油の大きな一斗缶でもらいました。何年も使ってました。新鮮とか関係ないから、食べるんじゃないから、うん、大丈夫なの。カビも生えずにね。だって給食の米油って一回しか使わないのよ。丁寧というか、なんというか、うん、まあもうしょうがないですね。だから綺麗な油でした。使えるぐらいだと思うけど、ただし校長先生が言ったの、すいません、これは再利用して食用にはしないでくださいって言ってた。うん、役員やってたからね、なんとかそんなのもあるけど、今はもうそんなことできないかもしれないわ。大丈夫。私の家は少し揚げ物するから、残った油は備蓄しておいて石鹸にします。ご飯もね、残ったら冷凍しとくの。それをね、入れて石鹸にするの。無駄はないわよ。そのためにご飯は炊かないわよ。残りご飯よ。あ、大丈夫かな。うん、何にもないの今日は。お野菜入れたかったけど、絹さやもうちょっとしかないから、娘のところに支給してあげようと思って半調理して、ご飯作れないから忙しくて、彼女は今仕事がきついのよ。岩田にいるの。こっちに来らないの。来たら2週間自宅で様子見るっていうの。自宅に帰省して 2週間自宅にいる。ね。ね。で、帰省はたったの3日間。それでも自宅に2週間。もう、めちゃくちゃよ。結局、こっちには帰省ができないってことなのよ。辛いですけど、しょうがないわ。コロナだから。もうずっと来ないわ。3年だわ。真面目だからっていうか、仕事が大変。まあ、伝染性のものに触れるといけない仕事してるので、厳密なんだ。
内緒はできない。迷惑がね、同僚にかかるから。以上。